新型コロナウイルスの影響で長らくレッスンを自粛していた上板町にある粟田バレエ教室。およそ1ヶ月半にわたり活動を自粛していましたが、緊急事態宣言解除に伴い少しずつレッスンを再開いたしました。コロナウイルス感染拡大を防ぐために対策を徹底しながらの再開。マスクをつけてレッスンを頑張っています。また粟田バレエ教室に笑顔が戻ってきました。先生から休みって聞いたときにすごいショックだったんですけど、先生からいろいろ課題をもらって家でできることを必死に頑張って、再開またできるように頑張ってやってました。それも どんな課題が何かあったんですかね。柔軟をやったり、トーシューズでシャッペ100回やったり、家でできることなりにいろいろ課題を出してもらいました。自粛期間中って結構長かったですか。長かったです。いや、再開って聞いてやっとバレエができるっていう嬉しさがやっぱ高かったです。でもやっぱり一人でするのとみんなとこうやって練習するのとではやっぱりこう気合が違うというか、やっぱみんなですることによってやっぱり意識が高まるので、めちゃめちゃなんだろう、もうとにかく楽しいです、一緒にできることが。待ちに待ったレッスン再開。生徒の皆さんは喜びをかみしめながら、この日は基礎レッスンに汗を流していました。
まだまだ先行きが見えない新型コロナウイルスとの戦い。自粛期間中、講師の粟田さんはどんなことを考えていたんでしょうか。やっぱりずっと毎週こう続けて積み重ねてきているものがあるので、それをこう立ってしまうことのこう怖さといいますか、まあ、子どもたちはそんなに感じてないかもしれませんけれども、やっぱり筋肉とか衰えていきますので、どうにかこう再開できないかと、どうしたら再開できるかっていうことを考えていました。というのも、粟田バレエ教室では年に一度レッスンの集大成を披露する発表会があります。7月12日に予定されていた発表会に向けてずっと練習を頑張っていましたが、突然の自粛、そこに向けてレッスンができない焦りが粟田さんにはありました。しかし今年の発表会はコロナの影響で残念ながら中止。講師の粟田さんをはじめ生徒の皆さんも大変大きなショックを受けたと言います。7月に発表会を控えていたので、それの練習に入っていました。でそれに向けて子どもたちもそのつもりで練習してましたし、それがこうその練習ができないっていうことはやはり舞台にも影響が及ぶことなので、それはできるだけ避けたいことだったんですけれども、でもやはり教室からクラスターを出すわけにはいかないし、感染者もちろん出すわけにはいかないので、それは本当に苦渋の決断でした。だから子どもたちもそこに向けてもうそこに焦点を合わせてと言ってもいいぐらい楽しみにしている一大イベントなので、それがなくなったっていうことは生徒たちにとってもものすごく大きな打撃というかショックというかだったと思います。ずっと練習してきた、みんな頑張ってたけど、そのなくなった時は本当にショックで、もっと来年できたらそれに向かって頑張りたいなと思いました。今年の発表会までに発表会でやる演目がまだその来年の発表会にすることになるので、1年間だけじゃなくて2年間分の成果がその発表会出せたらいいなって思ってます。深い傷を心に負いながらも少しずつまた前を向いて歩き出している生徒たち。バレエってねばならないっていう決まり事がすごく多いんですね。足のポジションとか体の向きとか顔の向き、手の動き全部決まっていて、でやはりその基礎レッスンになるとそれをうるさく言われる。もちろん踊りの中でもそれがあっての踊りですから、そういうことも注意しながらなんですけれども、でもそうですね、作品の中にはこう物語性のあったりするものが多いので、そう表現するっていうことを楽しみにしている子たちはにとってはとても窮屈なことだと思います。その基礎的なことをしながら表現も同じようにできればいいんですけれども、なかなか、
やはりね、かかとはつけてとか、お尻締めてお腹引っ込めてとかっていうのはやはりちょっと窮屈ですよね。発表会に向けての練習は生徒たちにとっては普段の基礎レッスンと比べて楽しいものだと言います。活動再開の喜びはあるけれども、生徒たちのモチベーションも気がかりな川田さん。来年の発表会に向けてまた一からやり直しですが、それでも再開した喜びを胸にレッスンを頑張ります。やっぱちょっとずつ発表会の練習とか振り付けを練習してきて、みんな発表会に向けて頑張ってたんですけど、中止って聞いた時はやっぱりショックだったんですけど、また来年発表会ができるって知って、来年に向けてこれから発表会の練習を頑張っていきたいと思います。ちょっと今年は私出る予定ではなかったんですけど、まあ、この来年になったってことで、私もちょっと今から練習詰めてやって出れたらなって思ってます。来年に向かって頑張って練習して出させてもらえるように頑張ろうと思います。コロナウイルスと向き合いながら再びレッスンを再開した粟田バレエ教室。最後にこれから粟田さんはどんな生徒を育てていきたいのかを質問してみました。もちろんその子がバレエがものすごく好きになって、いろんな条件がこう整ってバレリーナプロのダンサーになりたいって言ってくれることはものすごく嬉しいですし、そうなったら応援 したいと思います。でもみんながみんなが、ね、みんながみんななれるものではないので、プロのダンサーをこう育てようとか輩出しようという気は全くないです。でも私自身がバレエに携わってきて、その踊る喜びであったりとか、そのいう舞台に立つ喜びとかっていうのをすごく感じて、それが自分の中でもすごく大事なものだと思っているので、そんな風に子どもたちには、生徒たちにはバレエを捉えてもらえたらいいかなと思ってます。でやはりこういう教室の中でお姉さんのことを見たり、またお姉さんたちは子どもの面倒、ちっちゃい子の面倒を見たりっていうことから社会勉強にもつながっていると思いますし、そういうことが、まあ、社会に出た時にね、いろんなことに役立つようになったらいいかなと思っています。
社会教育の場でありつつ楽しんでいけるような教室を目指して頑張っていきたいと思います。